旅順南路を黒井省からスタートしてすぐ学園広場を通る。旅順南路は中国領寧章大連市にある旅順軍港と大連の市中心を結ぶ3つの道路のうち最も南の公海沿岸を行く道路である。G21 国道の最終段で距離は約4 0トルある。現在の大連市の約何半分が日本の咀嚼地であった頃。 旅順軍港と大連の市中心を結ぶ三つ戦略道路が作られ、その後も拡張されている。このうち旅順南路が最も早く1922年に整備され全通し、最も美しく活発な地帯を通り、市中心部から中山寺を経て黒衣装と呼ばれるところから旅順南路になり、旅順軍港まで全体で約3 2トルある。現在は完全舗装されていて、 ほぼ片側3車線あり、以前は有料道路であったが2005年より無料になっている。旅順南路には2つのトンネルがあり、双方とも現在西行きのトンネルは1922年に竣工したもので1車線、入り口が急カーブなので速度を落として注意深く通過する必要があり、東行きは21世紀になって完成したもので2車線、速度を落とさずに通過できる。 大連市中心部から旅順に向かって、現在は次のようなところを通過する。大連市は、旅順南路に沿って、旅順南路ソフトウェア産業体を建設中で、今、東側から高邸側までの建設が始まっている。黒衣装から小平島前まで延長された路面電車は、近い将来旅順南路に沿って旅順まで延長される予定である。日本の咀嚼地時代の頃、 金州古八景に習った旅順南路に沿った旅大八景が作られている大連市中心部から旅順に向かってありがとうございます。